これでバッケーランのミスが取り戻せるでしょうか。スベトラーナ・ボギンスカヤのゆかです。ムーサント、この床のフロアだけがスポットライトを浴びたようになっています。ここはちょっと特徴のある動きですね。2回半ひねりからすぐ前宙で終わりました。ジョージアドームすべてのお客さんの目がボギンスカヤの演技に釘付けになりました。スベトラーナ・ボギンスカヤ23歳、床の演技というよりは本当になんかこう素晴らしい、なんかショゴート出ました。 9.90 を出している審判もいます。最初のムーンサルトですが少し失速してきて前に大きく出てしまいました。ボギンスカヤでなくてはできない演技ですね。そうですね、この最後の組み合わせは最後こういうシリーズで終わるっていうのは素晴らしいと思います。2回半ひねって即そこから前方宙返りを行うということですね、はい。ただまあ一箇所でちょっと動いてまあ踊っているということが非常に印象に残るんですけれども、やはりそれを飽きさせないで引きつけられるのはある選手を見たことがないと口を揃えておっしゃるんですが、実際私どもも練習見てますとものすごい集中力ですね。そうですね、まあ、ウォーミングアップ見てましても若い選手が座ってまだ動き出さないうちからを今日どんどんやってましたものね。まあ、それからエアコンが効いているところでは必ずまあふくらはぎですとか腕なんかを冷やさないようにそういうところを保護しているあたりも立派ですよね。ボギンスカヤ 9.575 という得点です。 9.575 段違い平行棒の 9.175 の失敗がちょっとボギンスカヤ響いています。